アルフレッド・アドラー、1870年2月7日から1937年5月28日は、オーストリア出身の精神科医、心理学者、社会理論家。ジークムント・フロイト及びカール・グスタフ・ユングと並んで、現代のパーソナリティ理論や心理療法を確立した一人。初期の頃のフロイトとの関わりについて誤解があるが、アドラーは、 フロイトの共同研究者であり、1911年には、フロイトのグループとは、完全に決別し、個人心理学を創始した。1870年2月7日、ウィーンの郊外ルドルフスハイムで、ハンガリー系ユダヤ人の父とチェコスロバキア系、ユダヤ人の母との間に生まれた。アドラーが育った家庭は、ユダヤ人の中産階級に属していて、父親は、 国物商を営んでおり、母親は夫の仕事を手伝う勤勉な主婦だった。アドラーは6人兄弟の次男で、上に2歳上の兄がいた。アドラーは、このような大家族の中で育ったことが、自身のパーソナリティの成長と、後に独自の理論を発展させる基盤になったことを認めている。アドラーは幼い頃に、生体の痙攣と来る病に苦しんだ。また、 三歳下の弟が生後一年でジフテリアで死んだこと、何よりアドラー自身が四歳頃に肺炎にかかって危うく死にかけたことが医師を志す動機となった。ギムナジウムを経て1888年にウィーン大学の医学部へ入学1895年に卒業するとユダヤ人が多く中華層階級の人が多く住むウィーンに行く レオポルトシュタットで、眼科医、後に、内科の診療所を始めた。彼の患者は、外して裕福ではなく、診療所が、プラーター遊園地の近くにあったので、遊園地で働く空中ブランコ乗りなどの軽技師や、大道芸人など、自分の身体能力で生計を立てている人が、多かった。その中には、幼い頃には、体が弱かったのに、 それを努力によって克服して逆にその弱かった部分を強くしたり化したりしているのも少なからず存在したため、後に期間劣等性と呼ぶことになるアイディアについて考え始めるきっかけとなり、これはアドラーが保障、過保証の理論を発展させるのに役立った。また私生活では1897年にロシア系ユダヤ人のライザ・ティモフェアーニ・アイプシュタインと結婚した。 1898年、アドラーは最初の著作となる下手業のための健康手帳を刊行した。アドラーはあくまで医学の正しい知識を通じて社会をより良くしようと考えていたので当時沸騰していた政治運動とは一線を画していた。1902年にジークムント・フロイトから招かれてフロイトの研究グループに参加し、これが彼と 精神分析との関わりの始まりとなる。1907年に諸女作の機関列島性の研究を上司、1910年にウィーン精神分析協会の議長に就任し、精神分析中央雑誌の編集長を務めた。しかしこの頃からフロイトと意見をことにすることが多くなり、1911年にアドラーは主だった仲間と、 共に自由精神分析協会を設立。フロイトラの学説とは完全に一線を画し、翌1912年に神経質についてを出版した。第一次世界大戦では1916年からグミとして従軍し、戦争と大勢の負傷者、とりわけその中でも神経症の患者を体制観察する中で、アドラーは、 共同体感覚こそが何にも、まして重要であることを見出し、対戦終了後に共同体感覚を、個人心理学の最新の基礎として語り始める、一因となる。講演の合間に怪我をした少女の手に包帯を巻く、アドラー終戦の混乱から、新しいオーストリアの建設が目指される中で、アドラーは生涯でただ一度だけ、政治活動に関わることになった。 ウィーニックの労働社員に就任して教育改革に従事し、その一環として1922年に児童相談所を設立している。1920年代にはアドラーは教育、医学、心理学、ソーシャルワークなどを含む学際的な努力を通じて子供たちの精神的な健康のために革新的な考えを持つ心理学者として知られるようになっていた。 アドラーは、親や教師を含む多くの非専門家の聴衆に対して、精神医学や心理学の知識を伝えていった。アドラーは診療所での診療のほかに、児童相談所やフォルクスハイムで講義を行い、1924年には、ウィーン教育研究所治療教育部門の教授に就任した。アドラーは、絶え間ない診療、頻繁なる講演、著作活動、 スーパーバイズ、そして夜な夜な友人や仲間とカフェで議論を交わしていて多忙を極めた。なぜなら家庭と学校において子供の教育についての効果のある新しい方法が求められていたからである。アドラーは仕事のペースを緩めることなく精力的に活動し、その名声は年々国際的に高まっていった。1926年末に初めて アメリカ合衆国へ数ヶ月にわたる公園旅行に訪れ大成功を収める。新聞は個人心理学について詳細に、そして賛美にあふれた記事を書くまでになっていた。これ以降、アドラーは一年の半分ずつをヨーロッパ大陸と北米大陸とで過ごし、カウンセリングと公園で大陸各地を回る生活が続いた。アメリカでの活動の拠点は、 長らく、ニュースクール大学での連続講演だったが、つまり、ニュースクールでの講演とは別に、医学生に対しても教育を行うようになったのである。また、教育診療所の評判も、上々だった。世界大教皇以降のオーストリアでは、政治が不安定となった。一方アメリカでは、1932年に、 ロングアイランド医科大学の医学、心理学昌兵教授に任命され、大学付属の教育診療所の指導も任され、人生の意味の心理学を刊行した。1934年に、オーストリアで、ドルフース首相のクーデターによる、オーストロファシズム政権が樹立されると、翌1935年に、一家でアメリカに移住した。 1937年に一家を苦しめ悩ませたのは、長女バレンタインと音信不通になったことだった。バリは、社会学の博士号を取り、ジェロサスという名前のハンガリー人ジャーナリストと結婚して、ヒトラーの支配するドイツからストックホルムを経て、モスクワへ移っていた。しかし、1937年1月半ばから、連絡が取れなくなっていた。一家は手を尽くしたが、 バリの安否はわからなかった。その1937年の5月にアドラーは突然亡くなった。アドラーはヨーロッパへ公園旅行に出かけた。4月半ばにフランスに着いて10週間ほとんど連続の公園旅行が始まり、フランス、ベルギー、オランダを回ってイギリスに渡った。イギリスでは次女のアレクサンドラと共同で授業を行う予定だった。 しかし、5月28日、スコットランドのアバディーン大学での連続講義の4日目に一人で、朝食を済ませ、ホテルから散歩に出かけた直後、ユニオンストリートのホミチの上で意識を失い、混沌した。病院に搬送される救急車の中で、心臓発作のため死亡した。67歳だった。遺体は、エディンバラ郊外のウォーリストン祭場で火葬された。 遺骨の所在は長らく不明だったが、2007年に、同歳場で、骨壺が発見され、2011年に、国際個人心理学会の協議を経て、ウィーン中央墓地に名誉を改装された。幼い頃、アドラーは生体に軽い痙攣があった。しかし、それを克服したのは、明らかのようだった。なぜなら、アドラーはいつも患者に優しく穏やかに語りかけ、歌声は、 とても美しかったと伝えられており、彼の講演は多くの人を魅了したからである。アドラーの最初の診療所は、プラーター遊園地の近くにあったので、患者には遊園地で働く、料理人や、軽業師、芸人等が少なくなかった。それらの人々を援助する中で、アドラーは、彼らが身体的な弱点を克服して、むしろそれを強みにしたり生かしたりして、 遊園地での仕事を得ていることに気がついた。アドラーは、自分自身の体験と、そして主にプラーター遊園地の患者を援助する中で、帰還劣等性がある人は、そのような自分の身体的な弱点を努力によって、保証あるいは過保証を行うという理論を発展させた。しかしアドラーはこの理論が、帰還劣等性のように客観的に劣っている。 身体的機能等がある場合にだけ当てはまるのではなく、主観的に自分は劣っていると劣等感を覚えて、それは保証する場合にも当てはまることを発見した。そして、人は常に理想の状態を追求していて、理想の状態は仮想であるから、それに到達できない自分について、劣等感を覚える、という優越コンプレックスの理論へと発達させていった。 戦艦機のウィーン姿勢は社会民主党によって運営されていた。社会民主党は様々な改革を行ったが、中でも教育改革は重要な改革であった。アドラーは第一次世界大戦前の息の詰まるような伝統的な権威主義的な教育に反対で友人のカール・フルトミューラーと共に教育改革に取り組んだ。アドラーは児童相談所を設立し、 クラスの様々な生徒への対処の仕方について助言を求める教師や子供のことについて助言を求める親にカウンセリングを行った。またこの頃には各学校では関心のある親のために親の会が開かれるようになっていた。アドラーはここでも子供の教育に関する講義を行ったりその援助を行った。こうして児童相談所はウィーンのみならず、 ヨーロッパへと広がっていった。アドラーはまた、1924年に、ウィーン氏が独自に設立した、教育研究所の治療教育部門教授に就任して、教師の再教育を援助した。教師は、発達及び、教育心理学のトレーニングを受けることができて、個人心理学の子供の発達と治療に関する、基本的な知識を得ることができた。 自動相談所、ウィーン教育研究所の取り組みは成功し、国際的に高い評価を得た。アドラーは、楽観的な意見の持ち主で、個人心理学の知識を通じて、世界をより良くするための機会を提供できると確信していた。アドラーは、個人心理学の未来について、次のように述べている。誰も、もう、私の名前などを覚えていない時が来るかもしれません。 個人心理学という学派の存在さえ忘れられる時が来るかもしれません。けれども、そんなことは問題ではないのです。なぜなら、この分野で働く人の誰もがまるで私たちと一緒に学んだように行動する時が来るのですから。アルフレッド・アドラー、アルフレッド・アドラー、アズ・ウィー・リメンバー・ヒム・アドラーの死後、その教えは多くのものに引き継がれた。オーストリアでは、 カール・フルト・ミューラー、フェルディナント・ビルンバウムを中心に仕事が再開され、アメリカでは、シカゴを拠点として、ルドルフ・ドライカースが活発なグループを設立し、個人心理学国際ニュースレターを発行した。ハインツ・アンスバッハーとローイーナ・アール・アンスバッハーは、バーモント大学を拠点にして、アドラー心理学の教科書とも言えるザ。 インディビジュアルサイコロジー・オブ・アルフレッド・アドラーを表した。アドラーの人柄を伝えるエピソードには次のようなものがある。選ぶらず、質素な生活を好む人柄が現れる話である。アドラーと交流のあった科学哲学者のカール・ポパーは、アドラーの個人心理学は疑似科学を伴った理論であると批判している。1919年のある時、ポパーは、 小児患者の症例をアドラーに報告した。しかし、アドラーはその患者を見たことさえないのに、自分の劣等会議論によってその事例をことも無限に分析してみせたという。ポパーによれば、アドラーの個人心理学のように、どんな事例も都合よく解釈でき、反証可能性のない理論は偽科学である。これが、アインシュタインの相対性理論のような本物の、 科学とは異なる点だという、ありがとうございます。